プラストキノールプラストシアニンレダクターゼ、または、シトクロム B6F 複合体は、葉緑体及びシアノバクテリアの酸素発生型光、合成膜にある膜貫通タンパク質複合体である。高化学系 I と光化学系 I2 の間で電子をやり取りし、また、プロトンをストロマとチラコイドルーメン間で輸送することで、電気化学的プロトン勾配を作り出している。 プラスト機能るプラストシアニンデダクターゼの構造。赤線と青線の間は、チラコイド膜。この画像では、髪型が、チラコイドルーメン、下方がストロマ。シトクロム B6F 複合体は、シトクロム B6、シトクロム F、リスケ鉄用タンパク質、およびサブユニット4の合計4つのサブユニットにより、構成されている。その構造と機能では、シトクロム b 六 F 複合体は、ミトコンドリア及び光合成光植細菌の持つ、シトクロム BG1 複合体との広範囲な類似性を有するが、二つの複合体には次のような違いがある。シトクロム B6F 複合体は、流動性酸化還元キャリアである、プラストキノールとプラストシアニンとの間で、非循環的及び循環的な電子輸送を行う。電子伝達は、 プロトンの膜管移動とともに行われ、これによって発生する電気化学ポテンシャルは a t p 合成の原動力となる。ありがとうございます。